台湾に旅行で来たことがある人であれば、一度は足裏マッサージってしたことがあると思います。あの足裏マッサージなんですけれども、実は台湾で足裏マッサージを始めた人ってスイス人ってご存知でしたか？今日はですね、台湾の足裏マッサージにまつわるちょっとしたトリビアをご紹介したいと思います。改めまして、皆さんこんにちは。台湾でプルミントというウェブマーケティングの会社の代表を務めます佐藤です。今日なんですけれども、冒頭でもお伝えしたように、台湾の足裏マッサージについて、おそらく皆さんが知らないであろうお話をご紹介したいと思います。今日皆さんに、お話ししたいのは、冒頭でも少しお話ししましたが、台湾で足裏マッサージを広めたのが実はスイス人っていうお話と、でその他にですね、足裏マッサージが台湾でなんでこんなにも流行ったのかっていう、その2つについてちょっとお話をしたいと思います。ではまず1つ目、台湾で足裏マッサージを広めたのはスイス人っていう、ちょっと衝撃的なお話なんですけれども、1970年代頃の話になるんですが、スイス人の、ジョセフさんっていう方がですね、キリスト教の布教活動の一環として、足裏マッサージを始めました。彼はその当時、台湾の、東台東っていう場所があるんですけれども、台東で、布教活動を行っていまして、でその時にですね、ヨーロッパのフットリフレ、フットリフレクソロジーの略なんですけれども、いわゆるヨーロッパの足裏マッサージですね、足のマッサージですね、これをベースとしたマッサージを、台湾人に対して施していたと。で、なんで彼が台湾人に対してヨーロッパのそのフットリフレ、今で言う足裏マッサージですね、を、施していたかっていうのは、おそらく、布教活動の一環、そうやって人々を助けることによって、キリスト教を広めたかったから。だと思います。もしかしたら皆さんの中にはですね、足裏マッサージっていうと、中国から伝わってきて、足のどこのツボがどこに効いてみたいな、あるじゃないですか、足裏のツボ表みたいな。で、ああいうのを見て中国から来たと思う方も多いと思うんですけれども、台湾で足裏マッサージが一般化した理由の一つはですね、スイス人のジョセフっていう神父さんがルーツになります。で、次に皆さんにお話ししたいのが、なんでここまで足裏マッサージが台湾で普及したんだと。もう今って台湾に旅行できた方ならわかると思うんですけれども、足裏マッサージ店やマッサージ店って本当にそこら中にあるんですね。で、その理由は3つあるっていうふうに言われています。まず1つ目なんですけれども、お金がなくて病院に行けない人が実は多かったっていうのが1つ目になります。で、これどういうことかっていうとですね、台湾には国民健康保険カードみたいなのがありまして、ジェンバオカーっていうんですけれども、これ実は、台湾人の 99% が加入しているっていうふうに言われています。このカードさえ持てばですね、本当に気軽にいろんな医療を受けられるんですけれども、1970年代、1980年代、あるいは1990年代初頭ですね、ジョセフさんが台湾に来られて、まだ間もない頃なんですけれども、この国民健康保険の加入率っていうものは 50% にも満たないっていうのが現状でした。なので台湾人の多くはですね、ろくに病院に行って診察を受けられないっていう現状がありました。そんなところにですね、ジョセフさんがやってきて、足裏マッサージっていうものをご紹介して、テレビで取り上げられて、どうやら足裏マッサージっていうのが、非常に安くて、病院に行かなくても体が良くなるぞみたいな認識が広まったことで、足裏マッサージが広がったっていうふうに言われてます。これが一つ目ですね。二つ目なんですけれども、台湾の独特の保険適用制度になります。日本って例えばちょっと腰が痛いとか、あるいは肩が痛い、膝が痛いみたいな、身体が痛くなったら皆さん整体に行かれると思います。で、整体って基本的に保険適用されると思うんですけれども、台湾はですね、腰が痛いとか肩が痛いってなった時どういう選択肢があるかっていうとですね、民間のマッサージに行くっていう選択肢が一つ目、それかもう病院に行って治療じゃないですけれども、リハビリ科に行くみたいな。リハビリ科って一度病院に行って診察してもらって、で病院のお医者さんから あなたリハビリ科に行きなさいみたいな、証明書もらってリハビリ科に行って
行くとですね、まあ、1回のリハビリたった50元なんですよ。非常に安いんです。非常に安いんですけれども、僕何回もリハビリが行きました、僕全然意味がないと思ってます。全然効果ないと思ってます。もしかしたら効果があるかもしれませんが、少なくとも僕の肩はですね全然良くなりませんでした。民間のマッサージってこっち1時間だいたい1000元ぐらいします。台北だと高尾とか南部に行ったらもう少し安くなると思うんですけれども、民間のマッサージはまあ全身するってなったら割とお値段がする。鍼治療は保険が適用されて100元200元で安いんですけれども、そんなに気持ちいいわけではないんですよ。プツって刺された時はですね、こうなんかじわーってきて、なんだろう、こう何とも言えない痛みはないんです。痛みはないんですけれども、こうじわーってくるみたいな。そうじゃなくて、安くて、なおかつリラックスできて、でなおかつ体にいいみたいなので、足裏マッサージっていうポジションが、まあ、すごいちょうどよかったんですね。足裏マッサージって、まあ、30分から受けられたりするんですけれども、30分から1時間でもですね、まあ、大体500元から600元、まあ、高くて700、800元ぐらい。です。まあ足裏マッサージ保険適用外なんですけれども、まあ、こういう保険に適用するものとしないものの独特の現状っていうものも、足裏マッサージが普及したあるいは広まった、一つの理由っていうふうに言われてます。で最後3つ目なんですけれども、観光客が増えたっていうことが広まった理由の一つと言われています。観光客の方は、まあ、台湾に来た際にどうやら台湾には安くていいマッサージがあるっていう風なのを聞きつけてくるんですね。でそれが足裏マッサージだと。まあ確かに足裏マッサージって500元600元で、今円安になって日本人の方からしてみると非常に高く見えてしまうんですけれども、まあ当時のレート1台湾ドル3円とかあるいは 3.5 円だったら、まあ、そんなに高くないわけですね。まあそんなに高くなくて体が良くなると。でしかも気持ちいい、まあ、僕全然気持ちいいと思ったことないんですけれども、まあ、気持ちいいということで、観光客の方が台湾の足裏マッサージに目をつけて、そこからまたさらに広がったっていうふうに言われています。以上になるんですけれども、まあ、こうやってですね、足裏マッサージのちょっとしたルーツとか、なんか気軽にもっと安くリラックスしてなおかつ体を良くしたいみたいなニーズもこう重なって、足裏マッサージっていうものが台湾ですごい広まったっていうふうなことが分かればですね、次回台湾に来た際に友人と足裏マッサージに行く際に、知ってた、実は台湾の足裏マッサージってスイス人の神父が広めたんだよとかって言って、こうなんかちょっと話題作りとかにしてもらえればなっていうふうに思います。繰り返しになりますが、僕は足裏マッサージが大嫌いです。以上、アップルミント代表佐藤からでした。それではまた。